皆さんこんにちは。ジャックインザボックス店長の国保です。今回はグラフペーパーのジャックインザボックス限定ラインリについてご紹介していきたいと思います。リとは何ですか？はい、ですよね。じゃあまずは、リのコンセプトについてご紹介していきます。リというのは、冒頭でも言った通りジャックインザボックスの限定のラインになります。グラフペーパーので、ディレクターの南さんと僕らジャックインザボックスのスタッフたちの思い入れ深い、アーカイブのコレクションを復刻させていくっていう企画なんですけど、まあ、ただ復刻させるだけじゃ面白くないなということで、まあ、いろんな意見交換の末、こここうした方がいいんじゃないっていうところをプラスして、新しくアップデートして、再販させていくっていう毎シーズン、展開していく限定ラインになってます。で、意味合いとしてちょっと面白いのが、まあ、再販を意味するリと、メールなのに自動でくっつく、題名のところにつくリっていうあの文字があるじゃないですか、はい、あれの2つのリを重ねてリっていうコンセプトに名付けました。で、僕が着てるシャツ、こちらが、リの記念すべき第1弾となった商品です。生地はトーマス・メイソンの昔使ってたピンストを使っていて、でシルエットは今大人気のオーバーサイズのシャツのシルエットに落とし込んでいただきました。なのでこのように過去のアーカイブを、今のエッセンスを加えて今のトレンドに合わせて再販するっていう、意見交換をベースに再販するっていう企画となってます。で、記念すべき、で今回第2弾となるのがこちらです。巻き巻きスウェットです。巻き巻きスウェット、はい、あだ名がついてますでもその名の通り袖に本来ついてるリブを排除して、はい、このようにですね、巻き巻きとロールアップしてもらって自分で袖の長さを決めていただく、ここから巻き巻きスウェットと呼ばれてます。で、こちらインラインでも展開する新しい生地ですね。コンパクトテリーっていう、生地を使用してて、この袖の裏毛の長さを見てもらうと分かるんですけど、かなり毛足の短いスウェットになってますね。なんで、かなり通年使えてすごく長く使えます。いろんなシーズンに対応する、すごく着てて気持ちのいいスウェットです。スウェットっていうよりも T シャツとスウェットの間ぐらいって考えていただくと、これなかなか画像だと伝わらないんで、ぜひ手に取ってみていただきたいです。で、巻き巻きスウェットを作る際に重要なポイントが、要はですね、オリジナルの方は裏起毛の結構分厚い生地で作ってたんですよ。で、巻いた時にこの、分かりますかね、裏毛の部分との色のコントラストがあることでやっぱりこの面白さが引き立つと思うんですが、インラインのコンパクトテリーっていうのはもうこの裏毛も同色になってしまってて、これは南さんが言ってたんですけど、それじゃダメだと。じゃあ、でしかも僕が要望したのは、木グレーということで、じゃあもう裏毛は白にして表面は木のものを作ってしまえということで、今回この企画のためにわざわざ生地を作ってしまいました。ありがたいですよ。嬉しいんですけど、そこまでしていただいていいのかな僕ちょっとドキマキしますで、なぜグレーがいいかっていうと、やっぱり最近デニム久しぶりに履きたいなっていう方多いと思うんです。僕らもそうですし、でデニムにトップス何合わせようかって考えた時に、やっぱ白い T シャツは外せないんですけど、やっぱその次に連想するのがこの木グレーのスウェット、すごく僕も思い入れ深い、てか皆さん大好きだと思うし合わせやすいと思うんで、でそれにちなんで僕はどうしても木グレーの、コンパクトテリーでやりたいですっていう要望と、で南さんから、裏が白くなきゃ色が違わなければ意味がないと、ということで今回の別注かなりスペシャルな商材になっております。まあ肌にかかっててもね、こう伝わってこないと思うんで、今回は、ジャックインザボックスのスタッフはもちろんなんですけど、いろんなスタイリングで見てもらおうと思いまして、着方でどんどん変わると思うので、表情もいろんな店舗のスタッフに来ていただきました。
どうぞ。はい、ジャックジャボックスの松本です。僕は、ナナミカの、カーゴパンツに合わせてみました。グレーとカーキっていう合わせが僕すごい大好きで、まあ、それで合わせてみたんですけど、いかがでしょうか。こんな感じです。なんか今季はなんか今季に限らずなんですけど、すごく、カーゴパンツっていうのが僕すごい気に入ってるアイテムの一つですし、スウェットに、カーゴパンツ、まあ、カーキナイというのは特におすすめですかね。ぜひご参考になればなと思います。着た感じすごく裏地の肌触りがいいんですね。はい、結構ネックが詰まってるのは僕は結構気に入ってます。なんか確かに結構詰まってますね。これ思ったんですけど、はい、スウェットってやっぱクルントがよれてしまうとどうしても、はい、やぼったくなってしまうというか、まあ、そもそもやぼったいアイテムなんで、さらになんかちょっとだらしなく見えてしまうっていうイメージだったんですね。こうやってしっかりとなんか詰まってると上品な印象があるなっていうのを思いました。シルエットがすごいやっぱり大きいっていうのがいいですよね。なんか何着こ着てもなんか全然いけそうな気がするっていうのと、このまくるっていうのが僕にはやっぱとすごい新鮮に思えて、いいなと思うところでした。あんまりそのまくるスウェットっていうのはないですよね。そうですね、僕が知る限りではなんかそのスウェットちょっとリブが長いなと思ってちょっと一つ折ったりとかするっていうのはあったんですけど、そのこうやって思いっきし巻いてっていうのはなんかすごい新鮮でしたね。実際袖ってどれぐらい長いんですけども、落としてみると結構長いですよ。本当ですか。はい、結構長いです。なんでもうこんだけ短くしてるんで、まあサイズ展開が古いっていうこともあって、まあ、ちょっと長めに設定はされてると思うんですけども、なんでまあどんな方でも着ていただけるっていうのがこのスウェットの魅力なんじゃないかなと思います。はい、MD スターの横田です。僕はこちらパーカータイプを選びました。こちらを MD スターの商品ですね、シークエルの2パックのチノパンで合わせました。色もグレーと黒でとにかくベーシックに合わせられるかなと思ってこの合わせにしました。実際に着てみてどうですか。そうですね、生地がまずやっぱパーカーですけど熱くないとこがポイントだなっていうのはすごく感じますし、そうです、生地の厚さ特徴ですよね。なんかロンティーとスウェットの中間っていうんですかね、っていうのがすごくなんかこう着回し効きそうでいいなって思ったのと、あとは、はい、この薄さなのにフードのこの立ち方ですね、はい、ここすごい綺麗にしっかり立ってますよね。はい、そうなんですよ。なのでこう前から見た絵とか後ろから見た絵っていうのもいいのかなと思うので、すごく気に入りましたね。こんにちは、レガースの安田です。僕グランペーパーのスウェット初めて実は着たんですけど、すごい着心地よくて、色が何て言うんですかね、合わせやすい色だなと思いました。で今季、まあ、結構古着テイストの、まあ、服が流行っていて、まあ、来季もそのヴィンテージ風というかそういう古着の流れっていうのが、まあ、続くんではないかなと思い、まあ、来年も通年着れるアイテムだったのでここデニムで合わせてみましたとかですね。まあ、結構こういうグレーと、まあ、デニムっていう合わせ方は、まあ、今季特に僕もおすすめしているスタイリングなので、このグラフペーパーのこの別注のスウェット合わせたらかっこいいんじゃないかなと思います。シンプルなのでちょうどこの時期からアクセサリー選んでいただいて合わせてもらうのもかっこいいんじゃないかなと思います。着心地抜群なのでぜひ皆さん着てみてください。はい、いかがでしたでしょうか。僕もみんなの着てる、みんなが着てるところを見たら自分も着たくなってしまったんで着てしまいました。わかりやすいですね。そういう性格です。いかがでしょうか。なんかこうね、シャツとの、もちろんその第1弾とのレイヤードももともと狙って作ってるので楽しんでいただけますし、他のスタッフたちはもちろん袖を巻き巻きスウェットなんで、巻いてきてくれたんですけど、巻かずに着るっていうのもいいと思います。結構このルーズ感を楽しんでいただくっていうのもいいんじゃないかと。で、着方も全員違いましたし、その人によって全然表情が
変わってくるので、そこも楽しんでいただければと思います。今回のリについてはそれと二方だったんですが、リは毎シーズンジャック・イン・ザ・ボックス限定発売していくので、今後も第3弾、第4弾と続いていきます。なのでぜひ皆さん今後も楽しみにしておいてください。それではご視聴いただきありがとうございました。